どうもすみませんスプリンターズステークス出走馬1頭ずつについて喋っていきたいと思います賞金不足で有力馬だったソルベイグ出走できなかったのは残念ですねあとはキングハートあの辺の馬なんかもまあ、重傷でトップジョッキーをキープしていればもしかしたら賞金的に出走できてた可能性があったんですけれどもまあ、その2頭は ここに出走しててもかかったかなったなていうところでですねでこのメンバー難しくしてるのはビッグアーサーとレッツゴードンキーこの2頭が万全で出てきてないっていうことですね。万全の敵だったらビッグアーサーとレッツゴードンキーここの1点でワイドとマレンでいけるなっていう感じはあるんですけれどもまあその2頭が休み明けということで。 取捨が取り捨てが難しいいととうことですねそれで g 1馬についてなんですがもともとまず g 1は勝つだろうっていう中で g 1を勝つ g 1馬とそれともしかしたら勝てるかもしれない運さえ向けば g 1勝てるかもしれないっていうそういったようなレベルの馬とかいて、まあ、ビッグアーサーとかレッツゴードンキはまず g 1勝つだろうとまではいかなかったんですが。 まあそれでも結構高いレベルにいる馬たちででそれに対して星雲恒星スノードラゴンレッドファルクスはまあやっぱりかなり運が良ければ G1 勝てるかもしれないっていうレベルの G1 馬でしかなくてまあそういったような違いはあるかなっていうところでまあダンスディレクターなんかは G1 勝ってないんですが レッドファルクス、セ雲構成スノ,スノードラゴンと比べると、ピークの時っていうのはダンスディレクターの方がレベルが高かったところはありましたんで、まあ、そういったことを考えると、まあ、今回レッドファルクスはこれだけ人気して、一番人気で信頼できる馬かというと、そうとはいかないっていうことですね。それでは、うちの方から一ずつずいきます。スノードラゴン。 スノードラゴンはですね金層、まあ、は比較的出来は上昇してきたんですが年齢的にピークの時のようなバネ、ね、躍動感はないかなっていう感じで、まあ、スピード勝負になればなるほど厳しいところが出てくる感じはありますねでもともと切れる足があるタイプではないですし新潟の方で行われた g 1で、まあ、うまくはまったのとメンバーが強くなかったっていうそういった運もあって g 1版になったところがあって まあ他の馬たちが走らなければ掲示板以上あってもおかしくはないんですがただ現状ではなかなか印はつけられないなっていうところですねもともとはドダートなんかも走ってましたんでダートを使ってみてもいいかなっていう感じはありますね。ドドンキーレッツゴードンキキははですね、まあ、高松宮記念の時なんかは まあ直線ででに切れ込んんじゃったんですよね。まあ、よく言うんですけれども一番やっちゃいけないパターンの進路取りなんですよね4コーナー前後スピードに乗ってる時に遠心力に逆らって内に切れ込むあれはすごく馬に負担がかかるんですよ例えばまだそうですね4コーナー前後そこまでペースが上がりきってないパターンで一旦直線に入ってから体勢を整いながら内に入るっていうような そういったことはうまくいくパターンもあるんですけれどもあの高松の宮記念に関しては真ん中ところに出すイメージで乗らないと大きなロスになるということでそれでああいった形で強引に内に切れ込んでそれでレッドファルクスを刺したわけですから力としては全然1枚上だなっていう感じがあるんですよねレッドファルクスに関してはうちの方は通ってたにしてもまあそのまま 回ってきた感じのままで内目の方を通ってましたんで全然レッツゴードンキとは違う形で打ちに行ったっていう形なんでっていうところですねなのであれだけ強引なことをせずにスムーズにレッドファルクスの外に落ち着いて出すような競馬をしてればレッツゴードンキは星雲構成と叩き合いぐらいには最低限になってたかなっていうところで勝っ,たかの勝ってた可能性の方が高いかなっていう風うに思いますね あの時の高松の宮記念の時の星雲構成馬場やレース展開を考えると完璧にうまくいったっていう感じだったんですけれどもなので、まあ、実際の能力比較でいくとレッツゴードンキーが頭一つ抜けて強いっていうような認識がありますただですね中京左回りの 1200m と中山の 1200m っていうのは質がちょっと違うんですよね 列後ドンキっていう馬は引っかかったりスピードがあるところはあるんですけれどもただスプリンターではないんですよね。本質的には1004から1600メートルぐらいがベストの馬でそれで、まあ、だんだんと筋肉がつきすぎてきたりとかして今は1004ぐらいがベストなんじゃないかなっていう感じになってきてるんですけれども。 そそれでその中京の 1200m っていうのは左回りで直線が長いということもあって 1300m ぐらいなそういったような感覚で僕は見てるんですがそれに対して中山の 1200m っていうのはいかにもなスプリント線 1200m っていう感じなんでそういうレースになった時に今の列号ドンキーちょっと重いところがありますんで行きっぷりだとか反応だとか。 そういったようなことがスムーズにいくかっていう感じはありますね。2歳の時、3歳の春ぐらいの時のレッツドンギだと軽さがもうちょっとあったんですが、今のレッツドンギは重線車みたいな感じのところもイメージもありますんで、なので4コナ前後スムーズに加速できるかっていうところも不安としてはありますね。なのであんまり打ち付きをするだとかそういったような 無理なことをするともしかしたら荒っていう感じになる可能性はあるかなっていうふうに思いますんで基本に忠実に遠心力に逆らわないように内から外へっていうイメージで乗ってほしいなっていうところはありますね。で仕上がりに関しては、まあ、ビッグアーサーなんか見てるといかにも筋肉が落ちてっていう感じで明らかに出来は良くないんですがレズゴードンキーに関しては まあ余裕があるかなっていう感じの中で万全ではないんですが8分ぐらいはあるかなっていうところなんでなんとか走ってくれないかなっていう感じですねまあそうですねもしかしたら休み明けのその筋肉の硬さによってスタミナが持たない筋肉的なスタミナが持たないっていう可能性もありますんでなのでまああんまり皆さんにお勧めできるっていう感じではないんですが僕は今回は。 苦しい中でレッドンキを選んだっていう感じですねこのレッドンキの金層でのベストパフォーマンスっていうのは今年の冬の京都貧乏ステークスだと思うんですよねあのレースなんかは外を回りながらかなりロスがありながら楽勝っていう感じであれぐらいの能力はあるっていうことですねで今回はその能力をある程度出せるかっていうところなんですが去年のスプリンターズステークスなんかはですね ミキアイルがですね途中でラップを落としちゃってそれでまああのー、変に緩みがあったレース展開だったんですよねそれに対して今年はですねある程度行きたい馬たちがいてそれでスピードを生かしたい能力的には劣るかもしれないけれどもスピードだけは生かしたいっていうような馬も何とかいますんでとなると去年のように密集した状態で渋滞のまま 手応えのいい馬たちがいっぱいいる中で直線を向くっていうことは考えにくいところがありますんで。なので。まあ、少しは去年と比べると、少しは馬群がばらける可能性はあるかな？っていうふうに思ってますんで、まあ、とにかくスムーズに内から真ん中ところ内から外へ出してくれればっていう感じですね。西雲構成、西雲構成については、さっきも触れたように。高松の宮記念の時っていうのは？ ババアレース展開新取り、す全てうまくいったっていうところがありますただそれでもある程度能力がないとできない系統ですんで、まあ、今回も仕上がり良さそうですしここのメンバーに入っても上位56頭に入るような能力はあるかなとは思いますねでもですね一週前追い切り最終追い切り見てて思ったのは反抗したり気難しいところがあるんですよね G1 馬としての風格はないですよね。なのでその辺ですね、馬体的には能力的にはいいところがあるんですが、そういったような当てにならないところがあるんで、それがレースで出ないかっていう、そういった不安がありますね。その分信頼しきれないところがあります。まあ、ちょっと調教助手の人が雑なところが見えましたんで、それで反抗しているのかもしれないですし。 まあミユキキッだったらすんなり動いてくれる可能性はありますんでその辺は半信半疑っていうだけで、まあ、不安定っていう感じで捉えてもらえればっていうところですね。フィドゥーシアフィドゥーシアについてはセントウルステークスの結果分析の時に喋ったんですが馬っていうのは小判になると本質的な距離適性っていうのが出てきやすくなって以前のフィドゥーシアだと 1,400m でもこなしてたぐらいだったんですが今のフィドゥーシアは 短ければ短い方がいいのかなっていう感じになってきてますねで 1200m でもレース展開がタフになったりあとはコースがタフだったりするとこなせない時もあるっていう感じだと思いますねで今回に関してはですね、まあ、中山の 1200m は阪神の 1200m よりかはこなしやすいコースだとは思うんですけれどもあとはそうですね今の中山って前残りあとは内面を通った馬が残る。 競馬しやすいレース展開になりやすいババ状態ではありますので、なので、まあ、フィルシアも玉砕的にスピードを生かすような競馬ができれば、残る可能性は、なきにしもあらずなんですが、ただ、まあ、やっぱり先行馬の中にある程度、強気の競馬をしたいような、スピードを生かしたいような、馬た、ちも多い中で、楽なレース展開になるとは、なかなか考えにくいというところですね。l i n e m e t e ラインミーティアのセントウルステイクスあの時っていうのは打ち出し沿いを通れたということそれで早め早めに気合いをつけて勝負どころでついていったことによってまあなんとか2着に来たかなっていう感じなんですが基本的にラインミーティアっていうまあコーナーのあるコースだと不器用さを出しやすいところがあって、まあ、前走は打ち出し沿いを通れたんですが1等分2等分 ちょっとでも外を回るにつれて、その不器用さだとか反応の悪さだとか、そこが響きやすくなってくる可能性がありますね。なので、そういう風うに反応が悪くなってくると足がたまらないだとか、そういったことにもつながりやすいので、まあそうですね。ギャンブル性は高いっていうことですね。ただ、まあ、能力的にはですね、うまく足がたまればハマった場合っていうのはここでも一発あってもおかしくはないですし。 全くなないいいとは言い切れないですただその安定感というかその信頼性ということに関してはこのコースこのメンバーでは低い方かなっていう感じですね。ワンスインナムーンワンスインナムーンはスピードありますし器用ですし今の前が残りやすい中山のババアを考えると本命にしても面白いかなと思って迷いました。迷ったんですけれども ただその先行馬たち結構色気を持ってる馬たちが多くて、まあ、スピードを生かしたいっていう馬たちもいて、そんなに楽なレース展開になるかなっていうところなんですよね。この馬はですね、まあ、本当に力つけてきて、本当に今がピークぐらいかもしれないんですけれども、ただ斎藤誠厩舎はですね、ちょっと気持ち 肉をつけすぎ無駄,無駄肉をつけすぎる傾向にあって、まあ、それでもし後半消耗戦ですねスタミナを要するようなレース展開になった場合にその場合に最後まで足が持つかっていうところがあってなのでそういった不安定があるんですよね。なので立ち回りですね前に壁を作りながらもしくは内らち沿いを通ったりだとかあとはすんなり2番手から競馬をして。 まあこの馬の力を存分に出せるような乗り方ができた場合というのは勝ち負けできる可能性高いと思うんですけれどもまあそのロスが生じた場合だとかあとは後半というかまあ道中から後半にかけてですねその辺が厳しいレース展開になった時にスタミナ的に足が上がらないかというところなんですよねその点が不安でで本命は打ち切れなかったとっいうところですね。 それでついてなんで斉藤誠琴球舎の馬の作り方についてもうちょっとだけ突っ込むと、まあ、短距離馬に関してはある程度作ってくる厩舎だなっていうイメージはあるんですけれどもアーバンキッドっていう馬がいましてその馬はデビュー当時は瞬発力のあるいい馬だったんですけれどもだんだんと無駄肉がついて馬の形も変わってフットワークが悪くなっていって全然走らなくなったんですよね。まあ、そういういうに 馬の作り方厩舎との相性によって素質が生きたり素質が生きなかったりそういったことも競馬はありますんでなのでまあそう、ねまあ、そういう競馬を見ていくと馬を見ていくとアーバンキッドみたいなもったいない馬が出てきたりだとかもどかしい気持ちになることもあるっていうことが大きかったですね。 逃げてたアクティブミノルっていう馬がコーナーからグイグイスピードに乗るっていうタイプでもないのでなので2番手から競馬がしやすかったっていうところがありますでレース前に不安定として挙げてたのはダイアナ・ヘーローっていう馬は4コーナー前後のところでもたついたりする時があって多少不器用なところも見せる時があって、まあ、3番手4番手とか中途半端なポジションに控えた場合ですねそのの場合っていうのは そういう不安点が付きまとってくるタイプなんですよねで今回はすんなりと2番手から競馬ができるかっていうことですねそれが一番大きな鍵かなと見てますうちの方からワンスインナムーン、フィドゥシアこの辺スピードありますし先行したいでしょうし外からネロ、シュージーこの辺が思い切って押していく可能性もあるんですよねそういった中で中途半端なポジションになった場合っていうのは 勝ち負けできる可能性がちょっとだけ 10%20% 下がってくる可能下がってくるっていうところなんですよねただ竹豊騎手ですしまあ、3番手4番手からの競馬が全くできないっていうタイプの馬でもないのでまあ、元々は追い込んだりもできてた馬なんですよねダイアナヘイローは、えー、大箇所トライアルで追い込んで癒し使ったこともありますしまあ、なるべくなら極端な競馬をした方がすんなりと スピードに乗りやすいということで花ナカ2番手もしくは追い込む形がいいっていうだけであって3番手4番手からでも全くダメっていうタイプでもないので竹豊騎手が,機種があとはレース展開の中でうまく乗ればそういうダイアナ・ヘイローの多少不器用なところをカバーできる可能性はあるっていうことですね。レッドファルクスレッドファルクスについてはさっきちょっと触れたんですが。 去年のスプリンターズステークスはビッグアーサーが不利を受けてそれでこの馬がうまくいって勝ったっていうところはありますただその後高松の宮記念や安田記念で構想しているようにこの馬は結構タフなタイプというか、まあ、自分の力は安定して出すそういったようないいところがありますねまあミルコデム・ムロキシが乗っているっていうことも大きいんですが、まあ、条件性の時はダートを使ったりだとかそういった感じで まあ100戦連馬で鍛え上げられてきたメンタルというかそういったような真の強いところですねそういったところを感じる馬ではありますねただ切れる足がないんですよ、ね、あのハ、ー、マ、まあ、った時にすごい切れる足を使ってるように錯覚するようなそういったようなレースは多いんですが自力で差し切れるほどのそれほどの切れる足は持ってないんですよね。 なのでやっぱりレース展開とミルコ・デ・メロ騎手の手腕に期待しなきゃいけないっていうところがありますんでなので一番人気になるほどの馬ではないっていうところですね、まあ、この馬としてはある程度安定して力を出してくる可能性が高いんでそういった意味での信頼性はあるんですが他の馬たちが能力を出し切った場合に3着4着5着その辺になる可能性は普通にあるっていうことですね。メラグラグーナ メラグラグーナはですね、馬体面からすると前後のバランスがあまり良くなかったりだとかお尻が大きすぎたりだとか、まあ、そういったような状態が続いててあまり良くない時期が続いてたんですが前走のセントウルステークスあたりから復調気配があって、まあ、馬体の方も徐々に良くなってますしあと今回の追い切りですね一周前追い切りで構想をしてて、まあ、その映像を見て。 いい傾向に来てるなっていうふうに感じたんですがまあ高のあと今週は最終追い切りで販路調教ですねその動きなんか見てても前後のバランスが良くなってほ本当にフットワークが良くなりましたね。なのでそうですね一番乗ってた条件線走ってた時ですね乗りに乗ってた時期に近い仕上がりもしくはそれ以上になってきてるかなっていう感じがあって。 まあ前走セントウルステークスでも末足を活かす形でいい形でトライアル使えてましたんでなのでそうですねまあここのメンバーの中で一番いい形でこの一戦に臨めてる馬かなっていう感じですねただやっぱりその切れ味に関してもそこまで自力だけで一気に差し切るっていうほどのすごい足があるわけでもないので まあやっぱりここのメンバーに入るとある程度レース展開の助けは必要かなっていうタイプの差し追い込み馬なんですよねなのでここの出来の良さを生かしてあとはレース展開とフィットするかどうかっていうところですね、まあ、多少大飛びなところがあってそんなに器用なタイプでもないのでなので本命を打って一刀軸にするとなるとギャンブル性はある程度は高いということですねビッグアーサー ビッグアーサーはですね、まあ、ただ余裕があるとかだったらいいんですが、筋肉が落ちてると思いますね。それで、まあ、苦しいときですね、直線、あの、追い切れそうで、半路で最後追っているときに、苦しくなって突っ張って走るようなところがあって、まあ、ああいうふうになっちゃうとなかなかスムーズに加速できない可能性がある。もしくは道中、 足を使いすぎてスタミナを消耗する可能性があるかなっていう感じですね。まあ、やっぱり筋肉がつくべきところに筋肉がついてないとフットワークが乱れて、あとは突っ張って足が揃ったり、なんかして体力スタミナを消耗しやすいところがありますんで。なので、まあパドックで相当よく見えない限りは僕は買わないですね。モンドキャンのモンドキャンのは金相調子を崩してるんですが。 まあその理由としては僕は何度も言ってるんですがスプリングステークスで先行させたっていうことが一番の原因かなっていうふうに思ってます、まあ、それまで丁寧に競馬を教え込みながら足を貯める競馬をしてきた中でああいう足がたまらない全く意味のない競馬をしちゃったことによって調子を崩したと思いますもともとこのモンドキャンノっていうまあ気難しいところがありましたんで まあ、ああいう競馬をきっかけにこういう風になることもありうるかなっていうところですね。で今回追い切り映像を見たら多少はマしになりつつあるのかなっていう中でそれで池添騎手ですね池添騎手っていうのはクセ馬をですねたまに急に走らすことがありますんで、まあ、こういう気難しい馬で能力的には。 通用ししてもおかしくないそういったポテンシャルはありますんでまあ池添騎手が乗ることによってもしかしたら今回一発走る可能性はなきにしもあらずかなと思いますねまあただどちらかというと左回りの方が切れる足を使えるタイプですしまあ調教してきて右回りどれぐらいまでいい感じで走れるかなっていうところですね。ブリザード ブリザードは海外の馬で、まあレース映像を見た感じだと、この馬は切れる足はそんなにはないですね。ジリジリとしぶとい素足があるっていう感じで、まあスピード的にもあんまり軽い芝は合わないかな、力のある芝の方がいいかなっていう感じはあって、まあ日本の競馬だと、 スピードやあとは瞬発力そういった能力に関しては1オープンぐらいかなっていう感じはあるんですがただ海外の馬ってメンタルが強くてメンタルに関してはここでも引けを取らないと思いますしまあその能力を全開に出した場合ですねその場合っていうのは見せ場掲示板以上あるかもしれないんでなので全くの無視はできないかなっていうところですね。 ファインニードルファインニードルの前奏セントウルステークスは、まあ、開幕週の馬場,場ということで、まあ、スピードだとかあとは位置取り進路取りそういったところがうまくいけばあれぐらいの圧勝あってもおかしくないかなっていうところで、まあ、ミルコ・ゼムロ騎士が乗ってたっていうことも大きくてまああれぐらいのパフォーマンスはできるかなっていう感じなんですがただ まあ北九州記念でちょっとごちゃついたりだとかロスがあったりするとそれを取り戻すだけの器用さだとかスピード瞬発力があるわけではないっていうことをあのレースなんか見てもわかると思うんですけれどもまあそのあんまりこれは強いぞっていうタイプの馬ではないっていうことですね、まあ、ある程度そのスムーズにいってこの馬の競馬ができた場合にはいいところはあるんですが まあそれでもここのメンバーに入ると他の馬たちが能力を出し切った場合にそこまでのパンチあとは器用さスピード、まあ、いろんな面において劣る部分はあるっていうことですねまあでも、まあ、今ノリに乗ってるところもありますし、まあ、ある程度先行馬たちスピードを生かしたい馬たちがいるんですよねそう,そうなってくると後半ワンペース気味にまとまったりだとかまあ道中から。 後半にかけてワンペース気味にまとまってくるとそのこのファインニードルのちょっと不器用なところあとはちょっと切れ味が足りないようなところそういったところをカバーできる可能性があるんですよねなので、まあ、今の勢いを考えるとファインニードルが勝ち負けしてもおかしくはないっていうところですねまあ外枠っていうのは基本的にはマイナスに働きやすいんですが 引っ張ってくれる馬たちが何頭かいるっていうことを考えるとこの馬が4コーナー前後勢いをつけて回るということに関しては逆にこの枠がいい方向に向く可能性もあるかなっていう感じですね。ネロネロは半路で48秒1か2ぐらいですかそれぐらいのすごい速い時計出しててまあスピードはあるなっていう感じなんですがまあただ競馬に行って。 生きっぷりが本来のものじゃなかったりだとかあとは辛抱も効かなくなってきてるしぶとさも出てこなくなってきてるなっていう感じなんですがまあ追い切り映像なんか見ててもなんかバネをいい頃のようなバネを感じないですし今回はどうかなっていう感じですねまあ押して押してスピードを見せる可能性はあってもゴール前まで持つイメージは湧かないなっていう感じですね。 ま作り方としてはもっとマイルぐらいを作るぐらいな気持ちで馬を作っていった方がメリハリの効いた動きができるようにしていった方が復調しやすいかなとは思いますね。肘字肘字は気象的にもともと激しいところはあったんですが、まあ、だんだんとそのためが効かなくなってきてて、まあ道中から無駄なところに力が入ったりだとか足が揃っちゃったりだとか、まあそういったことから。 まあ奇跡的に奇跡的に前に壁を作りながら回ってきて他の馬たちが走らなければっていう感じはあるんですがただ馬体面に関してもいい頃と比べてまあちょっとバランスがいいとは言い切れない感じにもなってきてますんであとはバネの方も感じなくなってきてますんで、まあ、ちょっと今回は買いづらいかなっていう感じですね。 ダンスディレクターは競走馬の中で一番言いづらいですね英語の発音にしちゃえば言いやすいのかもしれないんですけれどもまあそれで馬について戻るんですけれどもあのセントウルス・ステークスの時結果分析の時に言ったんですが本当に浜中騎士は完璧に乗って足を貯める競馬をしてあれで差し切れないんだから。 やっぱりダンスディレクターは一番ピークの頃と比べると衰えてるなっていう感じですね。ただ今のダンスディレクターとしては仕上がりはいい部類だと思いますし調子は悪くないと思います。なのでそういったことを考えると強い馬たち相手に揉まれてきたそういったような自力みたいなところはありますんで。 まあそんなに強くない今回のメンバーを考えるとそのキャリアが生きてくる可能性はありますねまあ、以前のような切れ味はないにしてもそれなりについていってそれなりのせやしをしっかりと繰り出せばチャンスはなくはないかなっていう感じですねもともとは G1 勝ってもおかしくないレベルというかビッグアーサーとか劣豪ドンキと遜色ないぐらいのレベルの馬でしたんでなので まあ今でもその元々あった自力の良さが出ればっていう感じだと思いますね。最後に僕の馬券の買い方についてなんですが、例えば生まれんで狙うとなるとそれなりの理由がなきゃいけないんですよね。例えば他の馬たち相手の馬たちもある程度信頼できて絞れる。そういった理由がなきゃ。もし生まれんで取ったとしてもいい？買い方したなとはならないんですよね。 なので、まあ、そういう意味でも今回は「生まれん」で買うということに関しては向いてないレースかなっていうところがあって「劣豪ドンキ」の淡幅ですね副賞集めの淡幅っていう感じがまずあって「で、生まれももちろん買いますで「生まれん」は「メラグラーナ」「ワンスインナムーン」「ダンスディレクター」ここは集めに行こうかなっていうふうに考えてます特に「メラグラーナ」は集めに行こうかなっていう考えてて「まあ、メラグラーナ」相手にはワイドあと「ワンスインナムーン」も ちょっとだけワイドを買っとこうかなっていうふうに思いますね。ただ、あの今回に関しても全然自信がないレースですので、皆さんはお好きな馬を選んでっていう形がいいと思いますね。以上、吉本興業 ABCDE 湯加減というコミの東野昴郎と申します。失礼します。